え、あの映画の研究で寅さんの映画なんですけど、ちょうどここがロケだったらご存知ですか、寅さん。ここで渥美清さんとか小林慶司さんとか。何年前、もうこれもう40年近く前30何年前。あ、そうですか、はい、あのなんか NHK のあの大河ドラマでやったことあるでしょ。大河ドラマ何だったっけな、こここの辺りだったら昔ですよね、そうなるとね。そうですか、ありがとうございます。すいません、すいません、ありがとうございます。昔、あ、すいません、昔ってここにこういう小屋があったんです。あ、ここで真珠をやってました。そう、真珠の養殖、真珠の養殖やっててね、そう、ここに小屋があったですよ。はぁ、い、石のね、これ真珠の養殖なんだ、これ。そうなんですよ。あの、ここで牡蠣をね、叩いたりなんかして、はい、こっちにね、あのイカダマ。そうなんだ、貸しボート屋じゃなかったの。真珠の養殖です。真珠の養殖なんだ。貸しボートって言って、ね、否定しなかったから、ね、いや、私のサイトに書いたんじゃん。あ、そうなの、ごめん、ちゃんと読んでないの。私らその自分はね、もうそれこそね、あの畑の仕事で夢中でね、こんな自然なんですか、はいはい、そうかそうか、もう畑行っちゃってますもんね、これ昼間ですもんね、これね。もうだから三十何年前だから。あったとこに、ね、昔ね、海の家をやってたですよ。はい、で、そこをね、なんかやっぱ支度したりなんかするでね。もうほぼ40年前だから、もう大河ドラマももうずいぶん昔の、もう全然私は知らないやつですね、多分ね。この辺の沼津とかこの辺りの大河ドラマ何だったんだろうな。まあ、東海地方だから戦国時代とかそういうの、侍、お侍さんの方ですね、どっちかというとね、あのいわゆる時代劇の方ですね、大河ドラマでもね、はいはい。そっかそっか、いや今そういう余って歩いて、あの研究して、あのずっとあの焼津も行って、今ここに西浦に来たんですけど、はい、テレビでは見たけどね、ああ見たっていうのは知らないで、ちょうど渥美清さんがここをあの小林慶司さんと一緒に歩いてるんです。あ、そうです。はい、そういうシーン。すいませんでした。どうも、足を止めまして。ちょこちょこね、あったですよね、ここら辺、富士山があるのでね、有名ですよね。ありがとうございます。ありがとうございます。